はい、こんにちは。ダンサー内藤でございます。さて、本日のお題は、ハート、フェイリア、ファイルへ、ファイルレ、ヒアート、ファイルレ、およびスタブレ、マスター、スタブレ、マステールですね。さて、では、頑張って勉強しましょう。じゃあ最初ちょっと発音練習をしましょう。Heart failure. Heart failure. Heart failure. これはまあ名詞で心不全、病気の名前というか、まあ心臓が、あまり機能しなくなる病気の名称ですね。これはあの市原悦子さん、女優の市原悦子さんが亡くなった時に、まあ、心不全でお亡くなりになったということで、ね、心不全。ハートはもちろん心臓ということですね。ハートのことです。そして、フェイレアというのは、まあ、失敗ということでよく使われますけれども、フェイル、失敗するというのの名詞形ですからね。フェイルの名詞形で、フェイレアですが、これは、失敗という意味の他に、まあ、似た意味といいますか、不完全とか機能しないような状態になると言いますかね、そういう機能不全という意味がありますので、なのでまあ心臓の機能不全ということで心不全ということですね。まあ一つ覚えておくと、いろいろこうニュースを伝えたりとかですね、そういう時に人と話をする時に便利ではないかと思います。まあ病気の名前ですからね、あまり便利というと不謹慎ですけれどもね。では次ですね。次は、stable master. stable master. stable master. はい。master というのはマスターですね。まあ、喫茶店のマスターとか飲み屋のマスターのというのと一緒で、まあ、主人とか、ボスとかいう意味ですね。さて、stable というのは、あまり聞き慣れないかもしれませんが、安定したという形容詞ありますけれども、また、綴りが同じで別の単語としてですね、これは、馬小屋とかですね、厩舎というようなね、なんか家畜小屋という意味があるんですけれども、相撲部屋などの、その、まあ、部屋というか、所属の、その、何々部屋所属の部屋という意味もありますし、それらの、その、まあ、相撲取りさんの集団で、なんとかのグループ名とかを使って、まあ、なんとかの新聞記者の集団とかですね、なんかお相撲さんは馬小屋にこう押し込められているようなイメージがあるかもしれませんがね、そういうのをステーブル、馬小屋なんていう単語を使うとね、ですからまあそういう意味から発展して、ある集団というかね、何かそういう部屋の名前とか、まあ、集団名がある、そういうような、グループといいますか、まあ、囲いに全部入っているということで、この相撲部屋なんかの名前、例えば高砂部屋というのを高砂ステーブルとこういうんですね。まあ、集団の名称みたいなもんですね。集団の名称というか囲いのようなもんですね。ですからステーブルマスターというのは、そういうまあ集団の相撲部屋の主人ということで、親方というふうになるわけですね。ですからステーブルマスター、親方、例えば田子の浦親方というのは、田子の浦ステーブルマスター、もしくはステーブルマスター田子の浦、こういうふうに、まあ、言えばいいですね。では本日はここまでにしましょう。